それでは有馬健司監督です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。4ヶ月ぶりにリーグ再開が決まりました。今どういったお気持ちですか？いやもう本当にワクワク、ゲームができるってね、試合ができるというワクワクした気持ちです。はい、自粛期間長かったですよね、結構。そうですね、はい、まあ、もちろん僕たちだけじゃなくて、まあ、本当に皆さんもね、そういう期間を過ごされてきたので、まあ、本当にお互い長かったっていうのが多分率直な意見の感想だと思います。今回 の、練習が再開されて、はい、感染対策も結構されてたんですかね？そうですね、もう本当にできるだけ密、できるだけというより密を作らないようにっていうのはもう、本当にみんなで徹底して、まあ、最初は本当に4グループから入って2グループで、あとは中のロッカーも含めてね、トレーニングルームも含めて、もういろんなものに当然サッカーをするためには、もしくは感染させないためには、まあ、今でもね、これからも多分付き合えてはいかなきゃいけないことだと思うので、それは本当に気を使いながらやってます。まあ、いつも通りの練習ができない中、はい、どういったところにこう力を入れられていたんでしょうか？そうですね、まあ、そのできない期間は選手それぞれがでも共有しながら、自分たちは再開した時にこういうことをやれるようにしようということを、まあ、みんなが共有して実践してくれてたので、まあ、ベースの部分は本当にしっかりと作ってくれてましたし、まあ、メンタルのところもね、選手同士でズーム含めて、まあ、コミュニケーションを取る機会はたくさん作ってたので、まあ、多くディスカッションしながらやってきて、まあ、個人のところは、まあ、グループのトレーニングでやって、まあ、この 2、3週間ですね、やっとグループからチーム戦術に、入っていくことができたんで、まあ、でもその個人のところをやってくれてたので、スムーズに今チーム戦術が確認できてます。なるほど。そのお休みの間はこうチームでズームとか使って結構コミュニケーションあったんですか？そうですね、もう必ず2日に一遍はまずフィジカル的なことをコーチと一緒にやってもらって、まあ、週1回はグループを変えながら、はい、若手同士で集まる時もあるし、あとは生活環境が、例えば家族がいる仲間同士とか、新しく移籍してきた仲間とか、外国籍の仲間とか、いろんなこうグループを組んで、それぞれ困ってることとか、今楽しんでやれてることとか、そういうのを仲間で、まあ一人じゃないよってことを、まあ、みんなが本当につながってるんだよってことは共有してきたし、あとはサポーターの人ともね、クラブの方がうまく発信はしてくれて、まあ、サポーターの方とこうつながってるってことはね、オフ中もそのオフというか、できないトレーニングできない時も、まあ、そういうふうにやれてたので、まあ、一人じゃない仲間がいるんだってことは常に、まあ、共有しながらやってきた部分です。団結力が。そうですね、まあ、それはファジアノとか岡山の良さだと思うので、まあ、心一つに、ね、やっていける、仲間だと思ってますので、はい、その中6月27日にリーグ再開しますけれども、はい、どういった感じでこう仕上げていけるのか。そうですね、本当に共有してくれてた、開幕前ですでにもう共有はしてくれてたので、まあ、本当に思い出すというか、一個一個こう練習の中で確認しながら、それで、まあ、昨日、おとといかな、やっと何ヶ月ぶりかな、対外試合を、はい、はい、何ヶ月ぶりだろう、2ヶ月ちょっとかな、はい、まあ、紅白戦はやってたんですけど、はいはい、まあ、そこで、まあ、カテゴリー上のチームとやった中でもしっかりとできる部分があったし、確認しながらゲームの中で修正もできたんで、本当に実りある、ゲーム、紅白戦も含めて積み上げられているので、はい、順調にここまで、まあ、怪我人も多少いるんですけど、はい、まあ、多くはほとんど出てない状態でここまで来ているので、まあ、そういう意味では順調に来ていると思います。じゃあ仕上がっているんですね。そうですね、ベースのところはもうみんなが理解して、うん、あとは今いろんな組み合わせ、さらに進化していこうという話では、攻撃の部分でも、少しこうやっぱり多彩な攻撃ができなきゃいけないし、まあ、守備は安定しながらもいろんな組み合わせで、まあ、ゴールをこじ開けられるような今そういう組み合わせもね、チャレンジできているので、はい、十分いい積み上げができています。じゃあ勝利期待してます。はい、勝ち点3が取れるように、はい、頑張りたいと思います。最後にサポーターにメッセージをお願いします。はい、はい、いつも応援ありがとうございます。
本当にね、僕なんかピッチの中で全力で選手と一緒に 100% で戦います。ただ本当に必ず僕らの横もしくは後ろに、まあ、皆さんがいて、常に後押しをしてくださっていると思ってます。シースターで一緒に戦うことはできませんけど、必ずカメラの向こうもしくは、紙面の向こうに皆さんがいるということを選手と感じながら、勝ち点3に向かって頑張っていきます。応援よろしくお願いします。